どうも、ピッピッピッピーでーす。じゃーん。ドローン届きました。イエーイ。こちらですね、前回持っていたマービックエアー2と同じやつを買いました。マービックエアー2。まあ、ことの経緯を話しますと、僕は前持ってたドローンを海で飛ばしてたんですけど、それがね、まあなんかある事情があって紛失してしまったんですよね。でまあなんか前のねドローンではその紛失してしまった時の、まあ、対処方法とかも全然知らないし、まあぶっちゃけあんまドローンのことよく分かってなかったんで、だからなくしちゃったと。なんですけど、まあなくした時はねすごい悲しくて、もうドローンなんていいよ、もうこんな高いもん買ったって仕方ないだろみたいな、またなくすだけだよって思ってたんだけど、気持ちを切り替えてまたドローン買いました。今回はねこのドローンで前回みたいなヘマはしないでいろんなね映像を撮っていきたいと思っています。はい、本当に2個持ってんのかって、2個買ったのかって思う人もいると思うんで、はい、箱2個ありまーす。イエーイ。あ、逆だった。こっちは前回買った時のマイクエア2、いろんなねバッグとかもついてて、これが高かったね。15万ぐらいしたね。バッグとかもついてるから。で、いろんなグッズがあったから、そう、ドローンは紛失したんだけどね。こういうバッグとか、まあ、リモコンとかもあったしね。もうこっちの、もう一回ね、こっち、これ買わなくていいやと思って。で、こっち、新たに買ったのは、この、マビクやつ、のみのやつ。で、これはね、もう保険代も合わせて11万6千円。結構かかりましたね。結構かかったんですけど、嬉しいことに同じねやつがあるじゃん。例えばリモコンも2つあります。はい、こうやって。でリモコン2ついらないじゃん。だからこういうのねメルカリ売ってます。メルカリでこれ今現在8000円で売ってます。新品なんでね、ぜひリモコンないよって人は買ってください。これぜひ僕のところから買ってください。でバッテリー充電器とかは売れました。4000円で売れました、充電器。で、他にもね、そういう部品を売ってますから、なので、まあちょっとそこで、まあお金は返ってくるかなっていうのはあります。はい。まあなんですけど、まあこのマービックエア2はね、やっぱり機能もすごいいいから、しかも前も使ってたし、まあ前と同じね、やつの方が掃除しやすいし、なのでね、このマービックエア2を買いました。また安いの買ってもよかったんだけど、安いの買ってね、なんだ、スペックが落ちちゃったり、無駄なね、こういうバッグとかリモコンとかも無駄になっちゃうから、それよりは同じやつ買って、またね、質の高い映像を撮りたいなと思って買いました。まあ前回はね、皆さんにも言っていただいた通り、まあ高い勉強代だったと思ってね、プロのドローン操縦士になるようにね、頑張って勉強したいと思います。でも、さすがにね、ちょっとビビるよね。これまたやっちまったらもう本当にどうなるかわかんないね。俺発狂するだろうね。こんなに楽しく動画撮れないと思う、次なくしてしまったら。まあなんで前回の反省生かして、前回紛失保証が効かなかったのよ。なんかドローンと DJI のアカウントを紐付けしてなくて、そう、でももうこれ買った瞬間に紐付けしました。紐付けしたからもう次なくしても僕はこれをドローンの紛失保証が効きます、絶対に。だからね、まあそこはちょっと安心だね。もしなくしても保険効くからっていうので。で、そうなんです、やっぱりねこのドローン今回もね10万ぐらいかけましたから、やっぱりこれはね今僕の武器だと思うんですよ。このドローン持ってるってことが、そう、だからこの武器を磨いていきたいなと思って。この武器ただ持ってるだけだったら意味ないじゃん。どんどん飛ばして、どんどん撮って、どんどんドローン上手くなっていきたいなって思ってます。なので、対馬でドローン持ってる人とか、うん、あとはまあ、対馬に来てね、ドローン飛ばしたりする人、ぜひ僕に連絡ください。一緒に撮りに行きましょう。あとカメラマンの人とかね、まあ、いろんな対馬の絶景スポット行くっていう用があれば、僕も呼んでください。そしたら一緒にね、ドローン飛ばしたり、あとカメラでもね、撮影、僕カメラも持ってるんですよ。はい、こちら。α6400。このカメラもね、持ってるんで、一緒に風景とかね、対馬の風景撮りに行きたいと思うんで、ぜひ、ちょっと、
いろいろ映像を撮っていきましょう。で、撮った映像はね、まあインスタ、僕のインスタとかにね、リールで貼っていったり、まああとは TikTok とかにもね、上げていきたいと思っています。対馬でね、ドローンを使って絶景のいい映像を撮っていきたいと思います。はい、今回はドローンなくしたけどまたドローン買いましたっていう報告でした。さすがに嬉しいねちょっとまだね、ドローンシスっていう動画見てない人はぜひ見てください。その時は僕ね、本当にあのドローンなくなって悲しくて泣きそうな顔して話しているので、ぜひそっちを見てください。以上でーす。ドローン買ったぜ、イエー。この動画がファンタスティックだなと思ったらグッドボタンお願いします。それではバーイ。